ポール・ルーベンスはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、脚本家。ニューヨーク州ピークスキル出身。p v ハーマンのキャラクターで国際的に有名である。教師の母親と車屋のセールスマンとして働いていた父親の下、ポール・ルーベンフェルドという名前でニューヨーク州ピークスキルに生まれる。その後、フロリダへ移ると高校卒業までは サラソタという街で過ごす。サラソタ高校を卒業後は、ボストン大学に1年在学するが退学して、カリフォルニア芸術大学へ編入して演劇を専攻。卒業してからは、コメディクラブなどでスタンダップコメディアンとして活動を始めて、ロサンゼルスを拠点とする即興コメディ集団、ザ・グラウンドリングスに参加。6年間の在籍時にルーベンスは、 一目見た瞬間に覚えてもらえるくらいの強烈な印象のキャラクター、P.W. ハーマーを作り上げる。細身で灰色のスーツに赤の蝶ネクタイをつけ、子供っぽい喋り方のユニークな芸風が受けて、ルーベンスは一気にスターダムにのし上がる。子供向けのテレビ番組、P.W. のプレイハウスでは司会者を務めてお茶の間にも浸透し、子供のみならず大人からの人気も獲得。 人気コメディ番組のサタデーナイトライブやセサミストリートにも出演している。その後、同キャラクターを演じた p v e の大冒険では映画初主演。ちなみに、同映画で監督を務めたティム・バートンは、この映画で長編映画監督デビューを果たしている。人気は日本にも飛び火して、日本の証券会社アコ証券の CM にも出演。1991年には、 デイタイムエミー賞も受賞している。人気が絶頂だった1991年7月、ルーベンスはフロリダのポルノ映画館で G 行為を行ったとして逮捕。一時キャリアを自粛してから、ティム・バートン監督のバットマン・リターンズや、ダニー・デ・ビート監督のマチルダ・ブローなどの映画に脇役で出演していたが、2002年11月、児童ポルノを所持していた罪で、 再び逮捕された。数年間の沈黙の後、再び映画やドラマに出演し、2016年には、脚本、主演映画、PV のビッグホリデーがネットフリックスで公開された。ありがとうございます。